人は未来に生きることで幸せになり、過去に生きることで幸せから遠のく。過去の出来事や過ちにとらわれていると、新しい可能性や希望を見逃してしまうことがある。しかし、未来に焦点を当てることで、自分自身や世界を変えるチャンスが生まれる。過去の経験から学び、成長することも大切だが、常に未来を見据えて、ポジティブな考え方を持つことが幸せへの近道であると言える。過去のことにこだわりすぎず、未来を楽しみ、希望に満ちた人生を送ることが大切だろう。なぜ人々は過去に固執するのでしょうか。過去の出来事や過ちは、時に人々を苦しめ、幸せから遠のく原因となります。しかし、過去を受け入れ、そこから学び成長することも大切です。過去の経験から得た教訓を未来に生かし、新たな可能性や希望を生み出すことができるのです。過去を振り返ることは大切ですが、未来に焦点を当て、前向きに生きることで、幸せをより身近に感じることができるのです。過去に縛られず、未来を楽しみ、希望に満ちた人生を歩むことで、心豊かな生活を送ることができるでしょう。